宗根。宗根は、新末民初の軍人、政治家、北洋軍閥直令派の指導者の一人、中華民国大総統、陸軍上将、字は中さん。天津の貧しい家に生まれ、最初は布を売って生活していた。しかし20歳で Y 軍で兵士となり、1890年、高所16年に天津武備学堂。 北洋武美学堂を卒業している。1894年、高所20年の日清戦争に従軍し、暴力広方面で戦った。戦後は、遠征前の下で、天津の新軍訓練に従事し、1902年、高所28年に、円が直令総督に昇進すると、総根は右翼不評第11英艦隊に任せられている。翌1903年、 高所十九年に景気常備軍が成立すると、北洋陸軍第一鎮第一共闘領に抜擢された。1906年、高所十二年に第一混成共闘領となり、翌1907年、高所十三年には、第三鎮統制に起用されている。同年、東三省総督、女性省に随従する形で総庫に率いる、第三鎮は、長春に移駐し、 そは、総兵となる。1911年、戦闘3年4月、副都東区組を授与され、7月には帝督に昇進した。間もなく、侵害革命が勃発すると、そは、第三鎮を率いて、直令省の上司席に急行し、革命派を撃破している。翌1912年、民国元年2月、遠征外が革命派と和解して、臨時大総統となることに同意。 宋の第三鎮は縁によって第三種と改められる。宋は第三種を率いて南縁に急行、北京を掌握した。1914年、民国三年四月、宋根は長江上有警備司令に任命され、湖南省の竹州に移駐した。翌1915年、民国四年に縁生外が皇帝即位を図ると同年九月に、 そはいち早く上書して、指示を表明し、翌月には、小井将軍に任命される。同年12月に、蔡津原が、半円の五国戦争を起こしたため、翌1916年、民国5年1月、円の命を受けたそは、長高市行、後配布、兵玉将らを率い、四川省で、五国軍を、迎えした。ところが、五国軍の検討と世論の反発もあって、5月に、 縁は皇帝即位の撤回に追い込まれ、6月には病死してしまう。これを受けて、僧ラも四線から撤退を余儀なくされた。霊元博士が公認の大総統となった直後の同年9月、僧魂は直霊特軍に任命され、保定に駐留した。霊元博士と国務総理団気髄との清掃、不倫の争いが勃発すると、僧は、 両者と一定の関係を保持しつつ、中立を維持している。団の国務総理悲免を受け、1917年、民国6年6月には団派の特軍たちと共に一時、独立も宣言したが、実際には、はじむとも裏で連絡を取り合った。長君副壁では、団を支持し、長君討伐に従事している。壁の鎮圧後、失脚した、霊広氏の後任として、 兵国省が大総統代理に就任、団基随は国務総理に返り咲いた。しかし、五法運動を展開する方政府への対処をめぐり、武力統一を唱える団と和平統一を唱える兵とで一件が相違し、団の暗記派と兵の直霊派との対立に発展した。総根は当初団に接近していたが、後に兵指示に転じ、11月18日には、 直霊派の長江三徳と共に和平統一の主張を連邦で発した。ところが12月になると、断基随の副審である女児僧の調略を受け、僧根は突然断指示に転じた。これにより、直霊派の足並みは乱れ、断基随が主張する武力統一路線が進捗することになる。同月中に、僧は南西軍第一祖地総司令権領古戦武士に、 任命され、翌1918年、民国七年二月には、観光に中、御配布、氷玉賞、長高氏行らを指揮して、南方政府軍を討伐した。クレや氷の活躍で、僧は優勢に戦いを進めたが、同年三月、段紀随は軍港を挙げていない、安ン派の長を、湖南特軍に任命したため、僧は段への不満を抱くことになる。年、 民国8年5月に54運動が発生すると、断基図位らアンキハに対する反感から、総根部下のご配布が運動指示の姿勢を示す。同年12月、兵国省が死去したため、総がこれを継承して、直霊派のトップとなった。総はアンキハに対抗するため、張作林ら法典派との連携を強化し、1920年、民国9年4月になると、 固定で八章代表会議を開催した。その翌月には、古賀古南から撤兵して、北上、暗記派への圧力をさらに強める。こうして7月14日に暗記派と直令派の全面衝突が勃発した、安直戦争。そう率いる、直令派はもともと軍事力で優位であり、しかも法典派と連合していたため、わずか4日で暗記派を撃破してしまう。こうして、直令派、 法天派連合が北京政府を牛耳ることになり、同年9月、僧は自家路与純越氏に就任した。僧根と張作林は互いに隕石関係があり、対立を回避しようとする傾向があった。しかし後輩フラは張の対等に反感を抱き、また直霊派の背後には、英米、法天派の背後には日本がついていたこともあって、両派の関係は次第に悪化してゆく。 1921年、民国10年12月、長の後押しで、両氏が国務総理に就任すると、クレはこれに激怒し、針を売国奴と非難した。両派の決裂は、不可避となり、ついに翌1922年、民国11年4月、第一次、笹口家戦争が勃発した。この時は政兵を抱えていた、直霊派が勝利し、長を、 山海間の外へと駆逐している。第一次、笹口じ戦争の勝利で政治基盤を強化した総根は、同年6月、安記派、法典派によっていると見られた大総統女性省を辞任に追い込み、霊元広氏を公認として擁立した。はじむは、直霊派の区靴でしかなく、これにより、直霊派の前世紀が減失した。勢いに乗った総は、 自身で大総統に就任しようと画策し、国務総理公子のゲや、衆議院議長後敬連、クレイクリンら性格と結んで初めを辞任に追い込むための政治工作を開始する。しかし後配布は、霊元広氏をそのまま擁立しつつ、直霊派支配の中国全土への拡大を優先させるべきとの考えであり、大総統就任に関わる総根に不快感を抱き始めた。 その結果、直霊派は、僧の、補定派と呉れの、落葉派に、内部分裂する動きが生じた。ただしこの補落対立は、呉れの自制のおかげで完全な決裂、衝突にまでは至らずに終わる。1923年、民国12年6月、僧は、はじむの皇帝を包囲するなど露骨な軍事的圧力を、かけ、ついに、はじむを辞任させた。 をを追い落とした総根は、大総統就任を急ぐようになる。まず、米国の支持を得るために、米国中派な講師への工作を行い、同年6月には、大統領をオレンジーハーディングから中国、統一支持制を引き出すに至った。さらに、公領やご継連らを通して大々的に、議員の買収と脅迫を行った。こうして10月5日、総は、北京政府の大総統に、就任、 を交付した。しかしその腐敗した過程により、総自身は、まかない戦相当、憲法は、まかない戦憲法などと称されてしまう。世論は、完全に直令派から離れてしまい、さらに直令派内部からも、表玉省らが不穏な動きを見せるうになった。第一次、笹口家戦争に敗北した、張作利に率いる奉天派は、報復のため軍の近代化を積極的に、 推進していた。そして1924年、民国13年10月、法天派が軍事行動を開始し、第二次、笹口家戦争が勃発した。総根は、ご配布を河南から呼び戻し、山海間でこれを迎撃させる。ところが10月23日、第三軍総司令、協力省が突然兵変を発動し、総を逮捕、北京を制圧してしまった、北京政変。 11月2日、総は正式に大総党を辞任、法典派と表に強撃される形となった、後も南方へ逃走している。1926年、民国15年4月、当時北京を掌握していた国民軍指揮官の鹿、昌林は、張作林と結んで反抗しようとした臨時失政団気づを吸収、ゲイヤに追い込んだ。その際に鹿は、 南京されていた総根を釈放している。総は開封へ逃れ後配布の飛行を受けたが、もはや軍事、政治の前線に出て活動しようとはしなかった。国民革命軍の北伐後は、天津のイギリス疎開に逃れ、長期にわたり空挙した。日本側から、傀儡政権への参加を求められたこともあったが、総は応じていない。1938年。 民国27年5月17日、同地にて肺炎のため病没。去年77万75歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。